横豆と申します、えー、10回を見て僕がやった舞台ですけどもね、はい、見てから一歩踏み出すことを決めたのは良いものの実際に何をどうしたらいいのか迷っていましたまあなんかこう人生踏み出すきっかけになりましたありがとうございますっていうメールをご紹介したんですけど、はい、けれども先週メールを読んでいただいたことで一つ気がついたことがありますそれは私は私で良いのだということ。 当たり前のことかもしれませんが、まず自分で自分を認めてあげないと先には進めないのですよね。今まで周囲の目、えー、他人にどう見られているかばかり気にしていました。これからそんな私と少しずつさよならしていきます。それが私の踏み出す第一歩だからと思うからです。 小さい一歩かもしれませんが、メールを読んでいただいてからずっと考えていました。いい年して何を今更と思わず、えーい、いつからでも再出発できることを信じて歩いていこうと思います。重たい内容ですみません、えー。メールを読んでいただいた感謝の気持ちのつもりで書きました。というふうにいただいておりますけど、全然重く,重くはないですけどね。うん全然、あの、あのー、当たり前っちゃ当たり前だと思うんですけども、はい、その当たり前のことになかなか気がつけないっていうか、 なんかやっぱり、こうこれから特にあのもう年末になっていくわけじゃないですか、はい、で年末になったら、今年一1年、またやっぱり振り返るっていう機会が多くて、そうですね。今年はどうだったなーとかで,でまたそう思うと、来年こそは、うん、っていうことで、いろいろと目標を掲げることで、はい、で特に年が明けてお正月を迎えたら、そういうふうに思うことも多いと思うんですけども。ただ 大抵の場合、こう、大層な目標を掲げてしまうと、それがやっぱり実践できないで、実行できないで終わってしまうっていうことが、多いのが当たり前のような気がするんですよね、うん。だから、なんでしょう、本当に小さなことから、一つずつ始めていくっていうことが、結局は、それがつながって、長い、本当に大きな道のりになっていくわけですから、あの、なんだろうな、こう、 すごい目標、なんてのね、描く必要もないような気がするんですよね。だからでと言ってるのはこう、いい年ですって書かれてるの、年齢。いい年だったらそうかなと思う。若い子はもう、すごく大きな夢を持ってもいいと思う。果てしない。だから子供が大リーガーになりたいですとか、宇宙飛行士になりたいですとね大リーガーやその宇宙飛行士になれる人って何人ですかっていう。 数じゃないですか。うん、実際に宇宙飛行士だって10人ぐらいしかいない日本人だとしたらね。はい、そんな感じだと思うし、代理はだってね、30人かそこらなのかなというぐらいだと思うんだけども、それはそれでいいと思うんですよ。はい、でもやっぱり、年、えー、を重ねていくと、いろんな現実を知って、自分のやっぱり身の丈にあったものってのも分かってくるから、こそ、 やっぱり今できること、今やれることみたいなことをね、考えるべきなのかなというふうには思いますけどもね、そこから本当に気が楽になってって、うん、うん。で、ちょっとずつクリアしていけば、それでまた達成感も得られるっていう話でございますんでね。ちょっとあの話は変わっちゃうんだけど、あ,あの、まあ、うん、ショックでもないけど、ちょっとびっくりというか、はい、あの、今週ね、あの、まあ、そうかなとは思ってたんですけど、 あの本当に大素晴らしい俳優さんの菅原文太さんが引退宣言したんですよね。もう 菅原文太さん、知ってますスごめんなさい、まあもうね、邦画、うん、日本映画の中ではもう、本当に僕は傑作だと思ってる、仁義なき戦いシリーズっていうね、ののもずっと、まあこれは薬剤映画ですけども、でもすごい、あのー、カメラワークだとか、すごい映画だなっていうふうに、僕、大好きなんですけどね。はい とか、あとはトラック野郎っていうシリーズもずっと出てましたけどね。一番星っていうことでね。<laughs> 知らないですかわかんないですね。やっぱり本当に昭和の大スターなわけですよ。いはい。高倉剣家菅原文太かみたいな。うそういうやっぱり文太さんは。えー、でも今はずっとなんか、それこそ長野かどこかにね、で、なんか農業とかやられていて、今はなんかこう、いろんなこと今日本起きてるじゃないですか。はい。そんな中で、今もう、 映画やそういうことを撮ってる場合じゃないって言って自分なりの違った活動をし始めるっていうのが79歳なんです、うん。 なんか、僕は、まだまだ俳優としての、ね、ケンさんも頑張って、なんかケンさん出てきてくれて嬉しかったから、やっぱり文太さんもまた出てきてくれないかなっていうのはやっぱり心待ちにしてたけども、なんかそうしてしまったっていうのはすごくショックなんだけど、ただなんかそう、ただただでもね、リタイア、引退っていうことじゃなくて違ったことでガッとまたやっていくんだっていうのは、菅原文太さんらしいなとは思うけども、 うーんなんかね、うん、複雑なんです。複<雑>なんか分かるような気もするんです、はいうん。こんなことやってる場合じゃないっていうのも、んそんな気持ちも僕にもあるんですよ。だってなんかこうね、大変なことが世の中起きたら、そんな、 バカげたことをこんなラジオで喋ってる場合じゃないだろうとか、そんな変なところでね、テレビやってる場合じゃないだろうとか、そんな映画とか、そんなねあの物語を作ってる場合じゃないだろうっていう、それよりもやるべきことっていうのは、絶対優先されることがあって、だから平和、平和っていう言葉がどうか分かんない、正しいのかどうか分かんない今、今の日本が平和なのかどうか分かんないけど、一般概念においては平和だと思うんですけども、そんな中でやっ とやらされてることだから、僕らがやってるこ,とだからこれがちょっとでもそういうようなことじゃない場合だったら、僕はこんなことやってられないんだから、今、実はこういうふうにやらせてもらってるっていうことは、すごくあの大切に思わなきゃいけないのと同時に、こんなことをやり続けてていいのだろうかと思うところもあったんで、菅原文太さんの引退っていうのは、ちょっとね、僕にとってもいろいろ考えさせられることだなというふうにはね、思ったわけなんですけどもね。 いやただ、でも、このひよこ豆さんのように、まあなんか自分のできることっていうのは何だろうっていうところからやっぱりまずはしっかりとやるべきかなというふうに思います。